はい、それではもう一つですね、この方逆円の計算のもう一つの例題として、代数的数の逆数の計算というのを行いたいと思います。で、これはどういうお話かというと、まずアルファをですね、この方程式 x3 乗マイナス x2 乗マイナス x マイナス1イコール0の根の一つと置きます。すなわち、これ、アルファ3乗マイナス、アルファ2乗マイナス、アルファマイナス1、これ0を満たすようなアルファとするわけですね。まあ、実際に、これ、複素数の範囲では、このような性質を満たすアルファというのは、合計3個存在するわけですけれども、とりあえずそのうちの どれっていうふうに特定する必要は今はなくて、とりあえずそういう根のどれかっていうことにしておきます。でそして、ここで求めたいのは、このアルファに対してですね、このアルファ2乗プラスアルファの逆数を求めなさいと。でどういう形で求めるかっていうと、こういう形ですね、Aα2 乗プラス Bα プラス C、という形で、アルファの二次式の形で求めなさいというものです。でここで、このラージ A、ラージ AB、ラージ C は有理数とします。で、この問題がですね、その、方逆円の計算にどう関わってくるかということについては、もしかすると、代数学でまだ、今、授業でやっている範囲ではないかもしれませんけれども、まず、Rα をですね、この fx イコール0、こういう、方程式の根の一つとしたときに、この Q、有理数体 Q にですね、このアルファを加え、添加した拡大体というのを考えることができます。これはどういうものかというと、まあ、有理数、ある有理数プラスアルファの有理数倍っていうような数全体からの集合ですね。で、それが体をなすので、まあ、これを拡大体というふうに言っております。で、一方で、ここで FX、この多項式 FX と置いたときに、この、有理数を係数とする一変数の多項式間をこの fx で生成されるイデアルで割った常用関っていうのを考えることもできます。で、実はこの、拡大体とですね qα という拡大体とこの下の常用関には次のような関係がありまして、その、まあ、fx がですねその q 乗規約であることから、この拡大体とそれからこの乗用関っていうのが同型であるということが分かります。で、実はこの拡大体ではですね、この拡大体の任意の元というのがこういう形の式で表せるんですね。Aα2 乗プラス Bα プラス C と。ただし A と B と C は有理数を取るわけなんですけれども、まあ、こういう形で表せると。で、一方で、こちらの右側の乗用関のまあ、乗用類ですね、乗用類の、まあ、代表現を取ってくると、これは ax2 乗プラス bx プラス c という二次多項式で表すことができると。で、まあ、この両者で係数が同じものを1対1に、対応づけると、これが1対1対応かつ前者なので造形になっているということがわかります。ということで、ここからその何を、すればよいかというとですね、今この Qα っていう拡大体である形の弦の逆弦を求めたい、情報の逆弦を求めたいっていうことなんですが、同じことをこちらの乗用関で考えるとどういうことを言ってるかっていう と、この乗用関ではこの x2 乗プラス x のこの乗用関での逆弦を求めるという計算にこう帰着されるわけです。でそれはすなわち、この gx、この x2 乗プラス x のですね、この fx を法とする逆円を求めるとい う計算に帰着されますので、実際にそれをやってみましょうという話です。ということで、あとはやることはですね、先ほどの fx、fx は、こちらですね。x3 乗マイナス x2 乗プラス x プラスマイナス1と。それから gx はこの x2 乗プラス x。まあ、これからですね、この拡張ユークリッド5乗法でこの RST の組を計算しましょうと
ということになります。で、同じように、先ほどと例題と同じように、まあ、先ほどは今まではこの整数間の弦に対して計算していましたけれども、今度は有理数を係数とする一変数多項式間の弦に対して同じ計算を行います。まあ、最初 R0、S0、T0 と、それから R1、S1、T1 をこのように定義した上で、まずは割り算をやるわけですね。でこれは R0 を R1 で割った乗与を、乗与を計算しますと、まあ、ここにありますように R2 が X-1 になります。あと、S2、T2 もこうやって計算できます。で、さらに、R の3、を計算しますと R の3が2になります。で、まあちょっとここでは本来はアルゴリズムですと R の4も計算するんですが、ここではちょっと R の4の計算ステップは省略しまして、まあ、この R3 まで見た時点でですね、実は fx にマイナス x マイナス2をかけたものと、gx に x 乗マイナス3をかけたものの和が、まあ、2に等しいということがわかります。そこでこの等式の両辺を2で割りますと、まあ、こういう等式が得られますので、これをですね、その fx を法とする合同式で表せば、2分の x 2乗マイナス3かける gx が fx を法として、1に合同であるということが言えます。で、これをそのもともと考えていたその拡大体の逆元っていうことに置き換えて言うと、この、もともと求めたいものは Gα の乗法の逆元だったので、こちらですね、こちらの2分の x 2乗マイナス3の x に α を代入した元ですね、2分の1かける α2 乗マイナス3っていうのが今回求める逆元ということになります。実際に検算をやってみましょう。もともと与えられた数というのはこの α2 乗プラス α でした。で、これに今求めた、2分の1倍の α2 乗マイナス3をかけると、まあ、こういう形になるんですけれども、で、これはですね、α4 乗プラス α3 乗マイナス 3α2 乗マイナス 3α っていう数なんですが、今与えられている条件としましては、ちょっと戻りますと、これですね、方程式が x3 乗マイナス x2 乗マイナス x マイナス1イコール0だったので、これ α3 乗マイナス α2 乗マイナス α マイナス1イコール0という条件があるわけですね。ですので、fα、今の fα でこれを割ると、実はこれが、2分1プラス、そうか、こういう形でこう割り算できるわけですね。で、この fα というのは0。になりますので、この部分が0になると。で、1だけ残るということで、確かに、この、今回求めたものがですね、情報の逆になっているということがわかるかと思います。ここまでよろしいでしょうか。はい、ということで、今回の授業のまとめです。で、今回は、拡張ユークリッドの誤助法の、性質について紹介しまして、で、後半では、拡張ユークリッドの誤助法の応用として、方逆元の計算、を紹介をしました。で、次回の第9回ですけれども、拡張ユークリッドの誤助法の性質はまだいくつかありますので、そちらの続きも紹介していきたいと思います。そして後半の方ですが、後半もですね、拡張ユークリッドの誤助法の応用について紹介しますが、次回は実数の連分数展開について紹介したいと思います。テキストではセクション 4.13 になりますので、必要な人は予習をしておいてください。それでは以上で、今回の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。